パリオリンピック競泳に出場した福岡県遠賀町出身の鈴木聡美選手が地元に凱旋しました。今日午前、遠賀町役場で拍手で迎えられたのは競泳の鈴木聡美選手です。鈴木選手は遠賀町の古野町長を訪れ、パリオリンピックでの地元からの応援に感謝を述べました。こんなにたくさんの方が応援していただいてるんだと、心強さとか、それと地元の安心感っていうのをパリの現地で味わっておりました。33歳の鈴木選手は競泳日本代表として史上最年長でパリオリンピックに出場し、200メートル平泳ぎで4位入賞を果たしました。次のオリンピックが、ロスになりますね。その時になると私37歳で挑むことになるので、あまりこう遠くを見すぎず、とにかく今やれることをしっかりやっていこうかなと。古野町長は今後も現役選手として輝き続けてほしいと激励していました。